はい、どうも皆さんこんにちは。三軒茶屋の新平です。今日もこのままやっていきましょうということで、今回は最強キャラランキング水属性編でございます。イエーイ。ということでね、今回も火属性の、最強キャラランキングに引き続きやっていきたいと思うんですけども、前提事項がありますね。火属性の時とほとんど前提事件事項は変わりません。あくまで個人的な意見であることっていうことと、まあ、ゲームの性質上最強っていうね定義が難しいので、あくまでね僕個人の意見になりますっていうことで、トップ3とは言ったあのランキングとは言ったんですけども、ランキング形式ってね、この強さの上下をつけるのがやっぱり難しいので、あくまで水属性も参戦っていう形でやらせていただきます。で、ある程度現状の環境等を考慮しておりますので、その点はご了承ください。でね、皆さんにとっての最強キャラって多分いると思いますので、その辺はねコメント欄で、ご記入いただけると幸いです。はい。でですね、前回の動画で言い忘れたんですけども、今後光属性とか闇属性とかまでやっていくんですけども、レジェンドコトドマンは入れません。で、対象範囲、対象のキャラクターなんですけども、リゼロコラボ前までです。リゼロコラボが、実装される前までのキャラクターたちを対象としています。はい。で、コラボキャラはなるべく入れないようにはするんですけども、いや、ちょっとこれどうしても入っちゃうなとか、ちょっとこれはごめん、紹介したいわっていうキャラクターがいる場合は、コラボキャラも入れるように、入ってくると思いますので、その点はご了承いただけたらなと思います。で、レジェンドコトダマンももちろん入れてないですし、音源神も今回は除外しております。現環境でね、音源神が強いのはもうね、火を見るより明らかですので、音源神も除いておりますので、その点はご了承ください。なので、水属性の、ね、最強キャラとか火属性の最強キャラで音源神が出てこない理由はそれでございます。はい。でね、今回も、音源神は出てこないので、ご了承ください。はい。ということでね、早速1体目から参りましょう。1体目、ウルウリュウジンですね。ウルウリュウジンか。はい。こいつでございます。涙は時に力となろう。我は役に立てたかな、親友。はい。ということでね、まずかっこいい。いや、これ一番最初に言っていいのか分かんないけど、かっこいい。すげえかっこいい。俺なんか好き、とっても好きこういうの。はい。まあまあ、真面目にいきましょう。まあ、まずこのキャラをピックした理由はですね、火属性の動画をね見てもらった方は分かると思うんですけど、僕好みですね、かなり。まず文字が使いやすい。死とうっていうね文字で、しかもこれが2属性ついてるっていうんですから、汎用性がものすごく高い。うん、これはすごく素晴らしいよね。サブで光属性のうと死がついている。で、これによって、雑魚敵がね、属性キャラが違う時とかは、積極的に使っていける。例えばね、今後、モーネロがね、出てきて、今ね、ストーリーでモーネロがね、火属性と闇属性っていうことが分かっているので、ウルウリュウジンとかね、ぴったりなんじゃね、ないかなとか思っていますけどね。まあ、どういう風に使えてくるのかは分かんないですけど、はい。積極的に使っていきたいキャラクターかなとは思っています。はい。で、まあ、使いやすい文字、死とうっていうところでね、もう死とうに関しては皆さんお世話になりっぱなしなんじゃないかなと思いますけれども。しかもね、で、その死とうっていう文字を持ちながら、あの、発動条件が4文字っていうね、その、場所指定もないっていう強さ。これはね、いかんぜ。素晴らしすぎるよ。なんて言ったってお手軽。うん。まあ、そういった点が1点。で、次にですね、数少ない汚染対策キャラ、今のところね、愛とか、ウルウリュウジンとか、そのスゴ技で、汚染耐性を付与できるキャラっていうのは本当に少ないので、すごく貴重なキャラクターになってますよね。まあ、神種族にしか汚染耐性を付与できないですけど、まあ、それでも、こういうね、スゴ技で、付与していけるっていうのは、その高難易度になればなるほど、リーダースキルでは対応できないところっていうのは出てきますので、まあ、そういったところをカバーできるキャラクターとしては非常に優秀なキャラクターなのかなと思います。はい。で、スゴ技ですね。スゴ技を見てみると分かるんですけども、これね、意外と、その多分ね、
長いことことどまをやっているというか、そのよくことどまをねやっている、まあ、いわゆるクロートの方たち、上級者の方たちも忘れがちだったりするのかなと個人的に思ってるんですけども、ウルウリュウジンはですね、味方の敵全体のね数が少なければ少ないほど威力が上昇する凄技を持ってるんですよ。これ意外とびっくりですよね。あ、俺普通の威力かなと思ってたんですけど、その威力変化の幅があるっていうことにちょっと驚きました。うん、俺これね多分ね出た時は知ってたんだろうけど、その抜けてたね完全に。はい、なのでまあ凄技もしっかりと火力が出せると。で、その点に加えて、特性ですね、キラー 100% を持っている、神種族キラー 100% を持っているっていうところで、神種族に対してはもう2倍と。で、例えばじゃあ、ウーで文字作って、神属性神種族になったら、もうその時点で、2倍が確定してるじゃないですか。で、敵が非属性だったりするともう属性ダメージ2倍入るので、もうこれでね4倍になると。やばい、これやばい、強すぎる。はい、で、現状ね高難易度である破滅の適性を持っているというところで非常に強いと言っていいんじゃないのかなと思いますよ。まあ、持ってる特性もねビリビリガードを持ってるので、まあ、現状のね環境の流行りであるビリビリガードに対策できるっていうところで非常に強いのかなとも思いますし、うん、これはもう最強と言っていいんではないでしょうか。では2体目いきたいと思います。我は役に立てたかな。これね2体目はちょっとね賛否あるかもしれません。はい、豊馬姫でございます。意外とねこうって思う方もいるとは思うんですけども、持っててよく使う人はまあ納得してくれるんじゃないのかなとは思いますね。まあピックした理由としては1体でできることこいつすごい多いんですよね。例えるならパンドラとかと、モンストコラボのパンドラと似た感じです。その強さの尺度的には。はい。まず、凄技見てみましょう。HP を超大きく回復が1ですね。で、5文字以上の場合、追加で敵単体に超絶強力な水属性攻撃、このターンにおける神種族のダメージを軽減っていうね、その3つ。1体の凄技で3つのことをやってのける。まず回復をして、で、さらに攻撃をして、で、この攻撃も結構な威力なんですよ。攻撃をして、さらに自分たちは、バフをかけると、防御バフをかける。いや、このなんだろう、仕事量の多さは本当に素晴らしいと思う。うん、パンドラもそうですよね。デバフかけて攻撃やって回復してみたいな、なんかその仕事量の多さっていうところでパンドラは非常に使い勝手が良かったかなと思うんですけども、まあ、それに似た感じですね。そんな感じで、そのまあ、いやいや、でも5文字以上っていう条件があるじゃんみたいな意見もあると思うんですけども、その何よりね偉いのが、発動条件が4文字以上で、その5文字じゃなくてもしっかりと HP 回復ができるっていう点なんですよね。そこが偉いよね。その例えばそのここ何がいいかっていうと、ボム解除とかにすげえ役立つんですよね。便利なんですよね。その凄技を何回発動させなさいとかっていうボムがあったりするときに、ここがね発動条件5文字だったりすると結構しんどいじゃないですか。でもここ4文字っていう場所指定なしだし、その4文字っていうね優しい条件なことによって、とりあえず凄技は発動できるし、回復もしっかりとすることができるっていうところの偉さで、さらに5文字を作れた場合、まあ、おまけじゃないですけど、そのおまけとは言えないレベルの攻撃が飛んでくるし、効果が得られるよっていうところで、そのとっていう文字であれば、その5文字全然作りやすいじゃないですか。なんかそういったところの使い勝手の良さみたいのは非常にあるのかなと思っております。はい。で、まあ強さ的には正直祭りキャラと同じぐらいの強さって言ってもいいんじゃないかなとは思ってますね。はい。特性見てみましょう。トゲガード、ドロージ回復、あ、ドロージ回復じゃないや、ドロージ神種族のアタックアップショーだから、バフが1個つきますね。弱体ガード、貴族性ダメージ 50% 軽減。いや、もう特性4つ持ってるじゃん。もうこれマジ偉いよね。まずその神バフも偉いし、だからこいつが、手札に来たターンでしかも使えば、手札にいる神種族のキャラクターたちには、バフをかけられて、さらに、場に出た神属性のキャラクターたちには防御バフをかけられるっていう、
そのもうやっぱりやるもうサポート特化されたキャラクターで、かつ本当に攻撃もそれなりのダメージを与えられるっていう、なんかもう全部一人でこなしちゃっているキャラクターかなと思ってます。はい。でまあ僕はね、いろんなキャラクター解説動画で、多分結構言ってると思うんですけども、弱体ガード持ちの回復は偉い、素直に偉い、うん、これでね回復量が減らされることはないので、非常に優秀だと思います。で、本人ねダメージ 50% カット持ってるのも非常に偉いかなと。その貴族性からのね、倍食らっちゃうダメージを、まあ、当倍にまで持っていけるっていうところは強いかなと思います。はい。で、リーダースキルもね、全然使えなくないんですよ。普通に使えるリーダースキルだと思うので、リーダーとしても非常に活躍ができるというところで優秀なのかなと思いますね。はい。あと最後に可愛いと。はい。じゃあ、ラスト1体いってみましょう。こいつだ。イジティミス&ガジュマル。まあこれもね、まあいろんな意見あると思うんですけども、選ばせていただきました。まあこいつに関しては希少性も含めですね。はい。まあ希少性といったら凄技ですね。フォーカスする 100% 狙われる効果を重心に付与。最近ね、ようやく増えてきたっつっても、でもコラボキャラですよね。近藤さん、メリオタスとかね、あの辺だったりするので、現状でいつでも手に入るキャラクターとしては、まあ祭りでねガチャ引けば手に入るキャラクターとしては珍しい凄技を持っていると。でこの 100% フォーカスって何かと便利なんですよね。そのああやばいなピンチだなとか、そのうわこの時ここに攻撃飛んできたらやだなとか、うわ汚染の時にね特に役立つかもしれないですね。うわ汚染されたキャラクター出しちゃったよ、これ被ダメージめっちゃ食らうじゃん、ああウジテミツでフォーカスしよう、そういう時にするすごい便利ですね。はい。被ダメージを軽減するための非常に便利なキャラクターというところですね。で、特性とのね、特性と凄技の相性が非常にマッチしていると思います。特性でね、技反撃 30%。30% って言ってもね、割かし発動します、これ。で、もう一つ、非属性、貴属性ダメージ 30% 軽減。水以外のね、まあ、光闇以外、水と貴属性。じゃないや、ごめん。火と貴属性のダメージを 30% 軽減してくれると。ね、フォーカスした分、その分自分が防ぐというその特性との相性の良さも相まってとってもいいキャラクターになっていると思います。はい。で、ビリビリガード持ってるのも現環境にとってはいい特性ですよね。はい。で凄技でね攻撃してさらに回復できるのも結構偉いですよね。回復量に関してはそんなに、高くないので、過信はできないですけども、攻撃プラス回復っていうところも非常に便利ですし、何より文字ですよね。んで終わる4文字、かから始まる4文字っていう場所指定すら、場所指定はありますけれども、まあ、かとんっていう文字であれば、非常に使いやすい文字ですよね、これは。うん。なので、まあ、最強と言ってもいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、水属性のね最強キャラ参戦でございました。皆様のね、とっての最強っていると思います。僕とね違う意見っていう方もいると思いますので、ぜひぜひそれをねコメント欄で書いていただけると幸いです。はい。ここまで見てくれた方、2本のね動画を見てくれた方はね、多分ねなんとなく僕の最強を選ぶ癖みたいなのは、気づいてる方も多いと思うんですけども、僕はどちらかというと火力よりも汎用性で選んでます。はい。最強キャラに関しては汎用性の高いキャラが僕自身が好きなので、割とこう一体で何でもできるキャラだったりとか、どんなクエストにも適用できるキャラクターだったりとかっていう、そういうところの観点で選んでおりますので、まあその点をねこう分かった上で動画を見ていただけると、ああそういう見方なっていう新たな見方ができるのかなと思いますので。でね、結構ね水属性に関してなんですけども悩みました。さらっと3体紹介しましたけども、水属性はねマジで強いキャラいっぱいいるんですよ。例えば、バルナックルとかもね僕入れようと思いました。これデバフね3やって自分でめちゃくちゃ攻撃するみたいな、これもね結構強いんですよ。バルナックル非常に優秀なうの、文字だと思いますし、
で、まあやっぱりね、未だにイニシアーサーも強いですし、それこそね、ウォンクーロン先生とかも強いんですよ。非常に悩みました。ただ、今回に関しては、まあ、前回のね12戦とは違うキャラクターをなるべく選びたかったっていうのもありますので、こういった参戦にさせていただきました。はい、ということで皆さんにとっての最強キャラは一体誰なんでしょうか。この動画が良かったの方はぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。